闇のアイドモラスクです。可能性実況パートいくつだちょっと前回のパートが長すぎて結局分割したのかどうかわかんないけど、まあなんかとりあえずやっていきましょう。でなんだっけ、まあ二人生き残ったのか。うん、綾乃さんと誠が生き残って他全員が死んでしまったと。まあ、なんともなんか全滅なのか、何なのかっていうと、なんかすごい中途半端なね、全滅するのか全域残るかっていうか、なんか俺そういう、どっちか、両極端がいいんだよね。うん。なんか中途半端に残るっていう、なんか、ね、気分的になんか落ち着かないエンディングを迎えてしまったんですけど、これスキップってどうやってんの？スキップしたいんだけど、スキップってどうやってんの？まあいいや。ちょっとわかんないですけど、はい。あ、待って、これなんかね、ちょ、サイトに確かね、サイトじゃねえや、なんだっけ。ごめんね、ちょっと。確かね、説明書にね、スキップの方法があったんだよな。あった、イベントスキップ。画面の右上が左、あ、右下にスキップと表示されてる間、シフトキーを押しながら、押し続けながら文字送り。あー、なるほどね。シフトを押しながら。全然スキップできないですけどねいいのかこれで。まあそんなわけで1周目からやっていこうと思います。今回はね、あの攻略サイトを見ながらやるんで、完全に、ちょっと全員生還を目指してやっていくつもりでいるんで、はい、その辺は。ちょっと待ってここは一回飛ばして、さすがにここは飛ばすか。ごめんなさい、ちょっと飛ばしますね。まあこの辺でいいかな。とりあえず2人の悲鳴が聞こえたところですね。でここでまず1人目の、敵と戦うんですが、前回俺逃走したと思うから、ここでねこいつをちょっと倒してみようと思います。まあ、何が変わるのっていう話かもしれないけど、はい、まあいいか、普通にひたすら殴っていく。ひたすら殴る。これでいこう。虫に殴り続ける。てか意外と体力あるな。これ倒せんのかな？倒した倒した。オッケー。微妙に変わったね。え、こっから多分イベント一緒だよね。はい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 。で、ところがあって、ハヤトの視点になるんですけど、ここで、虫が飛んでるんですよね、ここで。ほんで、この虫を殺すと、死亡するらしいです、ハヤトが。まあいいけど。とりあえず、ここはスルーの方向で。よし。ちゃ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 。だいぶ聞き慣れてきたね、この BGM も。で、こっからは、この、社員さんが、黒焦げになるっていうだけなんで、ちょ、飛ばし飛ばしでいきます。ごめんなさいね。ちょ、何事においても、こういう状況になった時、必ず一人はね、犠牲になってくれないとね、状況を理解できないからね、どうしても。せーの！こう、今して思うと、すごい音が、ああ。結局これもあれだよね、窓を破って電車から出ようっていう人道的なやり方から外れてるからっていうことで、まあ、なんか制裁を受けたんだよね。
電車から出るなって言ってるのに出ようとしたからみたいな。結構強引な解釈だけど。でもあれだよね、こんな状況だからこそこういう行動に出ないといけないっていうのもあるからね。なんとも言えないよね。そしてみんな冷静と。でこの状況でこっち行っちゃうと右行っちゃうと強制的にイベント進んじゃうみたいなんで、この時点でアイテムを整えておくといいらしいですね。何で行こうか。英和辞典、武器。でも2個持てるんだよなこれな。いや、こりゃ両手に辞書で行くべきだろ。行こうか。でここの行動はやっぱ合ってたみたいですね。暗くなるのはまあしょうがないんだけど、その状況で。ちょっとここは連打を抑えないとまたさっきみたいな事故になりかねないからね。それはちょっと、それもちょっと。車内灯を消してください。でここ目が慣れるまで耐えるしかないって言ってくれてるんですけど、俺これご了承したからだいぶ痛手を負っちゃったんですよ。なんでここは素直に防御上昇、どれだ、防御上昇攻撃加工、これだね。油断しないで。叫ぶっていうのいいね。で、防御にします。ひたすら防御。よし。で、防御。これで目が慣れるまで待ちます。防御。よし、慣れてきた。いやでもみんな、いや俺だけでも戦おうか。くらえ、殴る、両手に辞書。よし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 。身長って何、身長って。殴る。ちょ、ハヤト、ハヤト、ハヤト、さっきめっちゃいち早く暗闇から復帰したので、こいつ使えねえぞ。よし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 。ちょ、戦ってください、お願いだから戦ってください。よし、これでなんとかいけると思うんだけどな。よし。ちなみにここで負けてもアミさんが死ぬらしいですね。オッケー。これでとりあえず一イベント終えたと。まあまだいいでしょう。
この状況だったらまだいいでしょ。でもあれか、装備は整えてるとかいいか。まあ、綾野さんを、じゃあね、いや じゃあブリキの箱。で、クリアケース。これさっきと同じか。で、ハヤトに、カッターナイフを持たせます。カッターナイフと、傘だな。こいつはアタッカーでいこう。で、カバン。で、カナさんに、尖った鉛筆。二刀流。両手に尖った鉛筆を持って戦っていただく。これでいこう。OK。まあ、すんげえ適当な配分なんですけど。まあ、このゲームそこまで RPG を重視してるってわけでもないみたいなんで、まあ、そうそう、死ぬこともないでしょう。はい。どっか行ける？あ、いろいろ行けるね。で、ここで一応、これも読んでおくと。可能性にはしよう。話す。ちょ、セーブしといた方がいいな。ちょ、誰と話しかけたら、イベントが進行するのかとかも覚えてないんだよ。はいはい。で、ちょっと待ってね。ここ以来で、ちょっと一旦サイトをチェックさせてください。うん、ここまで合ってるはず。綾乃の死亡フラグ。カナがどうして携帯電話持ってる？あ、興味持たなきゃいけなかったんだ。俺前回なんかプライベートなっていうかプライバシーがどうのこうのとか言ってね、携帯電話なんで持ってないのかっていうことについてちょっと突っ込まなかったと思うんですけど、これ突っ込んだ方がいいみたいですね。で、どうしてって選んじゃいけないみたいです。そこで、興味を持っておくと。なるほど。あと、携帯灰皿を入手しておく。あ、これは合ってるんだ。へえ。で、携帯電話のイベントは、まあ、何回かやって思い出したんで、まあ、これも合ってるね。ちなみに、なんだっけ。携帯電話の電池がなくなった後に、何 携帯電話の電池がなくなった後に、なんか、誠が、電話かけてこようかみたいな感じのことあるらしいですが、あれで一人になってやった時にまたなんかボス戦があるらしいんですよね。まあやんなくてもいいらしいけど。っていうことなんで、これ多分、携帯、よし。で、携帯のイベントになるよね。どうして？はい。まあ、ここは、予定通り。灰皿を入手。で、ここで、電話を開く、入れる。で、なんだっけ ちょっと待って、早速手順忘れた。携帯開くやん。で、まずは、ネットにつなぐ。これ確か3回繰り返すんだよな。ネットにつなぐの、やめといた方がいいんじゃないと言っときながらやるの。で、メールを出す。これ絶対初見じゃクリアできないよな、このゲームな。帰ろう。よし、OK。これで OK なはず。ちょっと待って。一応セーブ、セーブ、セーブ。はい。さあ、これで OK なはず。はいはい。で、これで試しに電話かけさせてっていうのを選ぶと、なんか、戦闘になるらしいです。壁紙と戦うらしいですね。壁紙じゃなくて、張り紙。こいつは戦わなくても OK になってきと。戦うかどうかは、プレイヤーのお好みでいいらしいです。なるほど。まあいいでしょう。めんどくさいから戦わないっす。ボートの戦闘。これ戦ったっけな？
なるほど。まあいいや。メールはどうか。これでいこう。さあ、ヒステリックになってきました。よいしょ。非常用ハンドルと。チャ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 。このイベントがなかったんだ。いじめられてるんだあの子。中学の頃かららしいんだけど、みんなに仲間外れにされてた。いつも教室の端で一人で座ってた。そんなのいけないと思って私が声をかけたの。ほうほう。そしたら他に友達がいないもんだから懐かれちゃって、いつも一緒にいるんだ。クラスの友達から何回も言われたよ、なんであんなのと付き合うのって。おかしいよねそんな。だから私、生徒会長になっていじめをなくすって誓ったんだ。でも急にその顔にならないで。ダメなんだよねこんなんじゃ。ついカッとなってカナに謝らなきゃ。これ戦うのか。はい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 。ぶん殴る。不審な動きを見せた。これなんだ。次のターンで攻撃来るやつか。ちょ、一旦防御に徹する。あー、めっちゃ来るね、めっちゃ来るね。ちょ、待って待って待って。特技で、いや、もういいや一気に行こう。もうゴリ押しゴリ押しゴリ押し。知ったこっちゃない、知ったこっちゃない。いけ、ぶん殴る。ふざけんじゃねえ。いけ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 。よし。もうね、守ってたって前には進めないんだよ。お、イベントありましたね。一人ぼっちなのが辛かった。誰にも相手にされないのが辛かった。自分の存在を認めてもらえないのが辛かった。あの携帯に興味を持ったか持ってないかでこんなにイベントに差があるのか。生きていても意味なんてないんじゃないかって辛かった。そこに綾乃ちゃんが来てくれた。手を差し伸べてくれた。その手を離す前と必死だった。離され前と必死だった。でも今私はその手を自ら離してしまった。また一人ぼっち。こんな私が生きてる意味ってあるの。誰か教えて。急げー。ちょ、間に合ってほしい。これは間に合ってほしい。ちゃんとイベントやったんだから、これは間に合ってほしい。いけるはず。よし、間に合った。さあ連戦ですね。なんか若干マスターハンドとクレイジーハンドに似てなくもないですが、はい。これ何、2体 ?1 体だよね多分。2体で1体だよな、こいつら。てか、そういうことにして。じゃあ、綾乃さんの HP が GB にやばいことになってるけど。どうしよっか。まあ、ダウンしたらダウンしたらってことで。どうしよっか、これは。ちょっとせっかくだから攻略見ようか。こいつは真っすぐ行ってよかった。さっきのやつと戦った後に20秒以内にカナを発見できなかった場合は死亡っていう。これ鬼畜すぎないか。20秒以内に発見できなかった場合、まあまあ真っすぐ進むだけだからいいけど。はい、細かいことはいいのでさっさと追いかけましょう。はいはい、ゼストの戦闘になります。この敵は叫びしか効きません。叫び以外で攻撃してもダメージは全てゼロです。
油断しないででの指示してから、誠は特技の叫ぶでひたすら叫びまくりましょう。なるほど、叫ばないとダメなのか。油断しないでね。はい、いや攻略サイト様様だわ。油断しないで。本当だ、効かないね。ダメージを与えられない。叫ぶ、みんな叫べよ。ちょっとみんな叫んで、なんで攻撃しない。ちょもう叫ぶ。よし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 、なんか一人空気読めてないのいる、一人空気読めてないのいる、みんな叫んでるの一人空気読めてないのがいるよ。押し来た。いいよいいよいいよ、みんなで叫ぼう、みんなで叫べや。おい空気読め、おい空気読め。オッケー、いいよカノさん。なんでみんなさ、ちょっとあのおのおのでバラバラの行動するの。叫べよ、空気読めよ、与えられないんだって攻撃。空気読んで、ちょどんだけ異臭放ってんだよ、その手袋どんだけくせんだよ。ちょっと待って、いい加減死んでくれ。ちょっと空気読めてないよ、読んでないよ。叫べ叫べ、みんなで叫べ、叫べばその攻撃はいつか通じる。ちょっと綾乃さんがやばいけど、叫べ。よし、白の記憶。あぶねえ。あ、よかった。もうなんかお前らもちょっと情緒不安定だな、まあ、こんな状況だからっていうのもあると思うけど、お前途中でなんか殴り始めたりとかしたけどね、みんな叫んでる中。よし、順調順調、かなりいい感じですよ。でこの状況でなんかやんなきゃいけないっていうのあるのか。ちょっと待ってね、消火器を入手していない消火器を入手しないと死亡するらしいですね。はいはい、消火器を取りに行く。3両目の最後尾、虫を殺してしまう。2両目中、2両目中ほどに虫が出現していますので捕まえましょう。ハートがすでに死亡している場合は出現しません。アミがすでに死亡している場合は放置で OK です。はい、消火器の入手と虫の捕獲ですねなんで電車の中で虫を捕獲しなきゃいけないのっていうちょっと疑問はあるんですけど、この状況で、消火器を取りに行く。あ、虫いるね。こいつか。あれ？捕まえられない？ちゃっちゃっちゃっちゃ、よし、取るー。ちゃ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 。あ、虫がいるってことはあれか、伝えに行くのか、もしかしてハヤトに。ちゃ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 、ん、あ、びっくりした。ちょ、急に止まんないでよ急に止まんないでよ。ちょそうだな、これ多分ハヤトに話しかけんな。なんか虫がいたんだけど。あー、待って、これ甲虫が好きって言ってたよな。ガではない、コオロギも違う、ゴキブリはコガネムシっていうのかな。ここはちょっと待って、書いてあるよな多分。ちょっと待って、ハヤトに話しかける。コガネムシだと思うけどと答える。他の回答をすると、ハヤトが動かなくなってしまい、アミ死亡確定。はいはい。捕まえないと、アミ死亡確定。4両目で、虫を逃がす。1両目、3両目で逃がすと、アミ死亡確定。何それ？逃がさないと休憩後、虫が死んでしまい、サツタの戦闘になります。はー、そのサツっていうのが、
さっきのは張り紙と同じで戦わなくても済むっていう敵なんだけど、まあ戦うのめんどくさいんで、ここは素直に虫を逃がしましょう。コガネムシだけどって答えれば OK らしいです。はい、コガネムシ。単純だな単細胞はこれだから。さあ OKOK、こんな状況でありながらも虫の捕獲は欠かさないと。生物部の鏡ですね。虫に限るんだっけ。ちょっと待って、意外とすばしっこい。ちょ、意外とすばしっこい。ちょっと待って、ちょ、判定が厳しい。よし、捕まえる。コオロギ、で、4両目で虫を逃がす。2両目、3両目、4両目、ここか。ここで逃がすのこれ絶対初見じゃ無理だって。逃がす。 OK。 なんで4両目だといいんだろう。1、2、3両目であってはいけない理由っていうのがちょっとよくわからない。ちょっと邪魔だよちょっと邪魔だよ、通れねえよ。そこ邪魔だからどいて。よし、さあこれで多分 OK なはずなんだけどな。ちょっと待って、一応セーブ入れとこう。これでとりあえずイベントは OK なはず。あー、ちょっと待って、そうだ、装備をそろそろ消火器に。よし。で、今武器一番弱いの誰だ？多分あれだよな。そう、カナさんが一番弱いと思うから、これを、辞典に変えていただく。書かないの？なんか。カバン。あー、そっか。これあれか。こいつが、サバイバルナイフ？ちょっと待って。あ、見せられない武器ってこれか。なるほどね。はぁ。じゃあお前はいらないね。お前はいらないね。はいはい。で、クリアケースよりまあ、カバンの方がいいでしょう。これで OK かな？で、誰に話しかけたイベントの進行だっけ？あ、休むのか。じゃあ、休ませていただきまーす。一休み。これで OK なはず。OK だよね。はいはい。さて、ここでまたイベントか？しまって。消火器を入手してね、虫を殺してしまう。これはやったね。ハヤトの死亡フラグ。乗務員室に入って、いずれかのスイッチを押す。みんなが3両目に移動した後、3両目最後尾にある乗務員室に入れるようになりますが、今はスルーしましょう。この時点で入って、いずれかのスイッチを押してしまうと。ミサを2回目に襲われた時、入っただけで出てくるならば何も起こりませんし、セーフです。みんなが3両目に移動した後、1両目に行き、運転席扉の1つ下のマスを調べるとメガホンを入手。メガホン？はぁ。じゃあ俺あれか、スイッチなんか適当に押しちゃったから、ハヤト救えなかったのか。なるほどね。1両目に行き、運転席扉の一つ下のマスを調べるとメガホンを入手。取りに行こうか、じゃあ。ほんと探索が、なんやかんやで大変なゲームだな。ちゃん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 。
なんだろう、メガホン持ってるとなんか叫ぶ時の意欲が上がる的な。お、来た。取る。メガホン。多分装備だと思うんだけど。あー、なるほどね。声が大きくなる。なんかいらないな。いらないな、これは。ごめんなさい、俺どっちかっていうとイケイケのね、アタッカータイプなんで、本当になんかその俊敏性とかの、その防御とかに一切振らない。もうとりあえず攻撃に振っとけばいいだろうっていう、攻撃は最大の防御なり作戦っていうのがね、一番好きな人間なんで。で、はいはい。これで OK なはず。車両、あ？違う、車掌が出てくる。はいはい。車掌と戦闘になります。戦闘突入後、戦意喪失を選び続けると、倒さず済む上に全員の HP を少し回復してくれます。手を出した後も大丈夫です。倒すことも可能ですが、流血攻撃がしてくるわ。めちゃくちゃ硬いわで、HP、MP 消費が半端ないです。だって。なるほど。じゃあやっぱ俺あれだね。逃げたけど、それはそれでよかったんだ。オッケーオッケー。じゃ、多分これで、一休み、これでオッケーなはず。で、はいはい、車掌が来るんだよね。あからさまに人間ではないけど、まあ、実はいい車掌さんっていう。ここで先手必勝はダメ、様子を見よう。よし、セイソース。あざまー。で、ここで虫を殺してないから、多分。お。OK。なるほどね。これでイベントが回避できてたと。よーし。いいよ、いい感じ。じゃあちょっと長くなってきたら一旦切ろうか。